第三の目って言われるところです、ね、そこにこうミニシアターがブーンって出るんですよそうしたら多分体を捨てちゃうのが早いんだって。 興味があるのが、うん、作品描く時って、うん、描く前に結構はっきりイメージがこうバッと頭の中にあるものな、うんですかいろんな作家さんいると思うんですけど私は基本的にそれでこう絵を描くことも瞑想状態だっていう感じで描いてますのでだからこういう一点に集中することであの ニミットっていう、その、ミニシアターみたいなの出来上がるんですよ。ここら辺に。はい、そうすると。書いてる最中にですかそうですね。だからここでこう書いてるこ、目ではこう書いてるんですけど、ここら辺で指示が出てくるんですよ。だから、こういう大きい作品もここら辺書いてるけど、こっち側とか、次はこういう風に書いてくださいとか。うん、で、そういうなんか勝手に流れる映像を落とし込んでるって感じなんですね。うん、あ、じゃあちょっと AR とか、 拡張現実っぽい感じがある感じです,です、ね、なんか SF とかで、未,いや未来の世界で、なんかあのスマートグラフとかかけてる世界だと、この世界の中にいろんな指示とかメッセージとかコンテンツとか出てくるみたいな感じで描かれるじゃないですか。それに近いような感覚があるっていう感じなんですかでもそうですね。いわゆるそのブーンって出てきて、うーんブーンみたいな感じですかね。<laughs> ブ,ブーンって出てきてブーンっていう感じ。<laughs> ブーンって出てくる感じですかね。 ええ。え、じゃあ、ご自身としては、その、ぐんと出てくるものを、なぞってる感じに近いの指示をいただいてるって感じですね。<ー>指示いただいてるのと、勝手に書いてるって感じなんですよね。うん。誰に指示されてる感じなん,なんそれ人、人なのか、うん、なんか、神様みたいな存在なのか、うん、それとも、どっかのがいい、 命の流れみたいな、何とも言えない、よくわかんない、ぐつぐつしたものに指示されてる感じなのか。うん、か誰に指示されてるみたいなイメージっあったりする、うん、その時、その時で違うんですけど、えっ、ー、と、JIT で字って言うんですよ、ここ。はい。で、物質じゃないんですけど、そういう物質的じゃないものが、物質的じゃないものとこう、つながっていくっていうか、なんかこう、うん、エネルギー同士が交わるみたいな。その時に必要な助言をくれる何かとこう、 接続していくみたいなそんな感じですかね。え、その GIT っていうのは何者なんですか。あ、G っていうんですけど、はい、まあいわゆるちょっとスピリチュアルになっちゃうんですけど、第三の目って言われるところです。ああ<ー>。そこにこうミニシアターがブーンって出るんですよ。はい。だからちょっと上の方なんです、ね。よおでこあたりについてるイメージなんですか。この辺ですかね。 目はいう感じなんですね、はい、そうですねそこからなんかねこう脳を伝ってねこうトンネルがあるイメージなんですよね、うん、そのトンネルを伝ってこううまくこう伝達していくって感じなんですねうん,なんかこ,うここら辺からこう向かってトンネルがある感じなんですねそ,そんな具体的な体感があるんですかあやはりねこれだけ私枚数かなり書いてるので、はい、体感ありますね これまで何枚ぐらい書かれたんですかほぼ1000。1000。はいなああ。ただその、ばーって並べてばーって書いていくので。あ,あ、平行して書いていく。え、そうですよね。平行してやっていくので。ちょっと普通の1日1枚っていうイメージとちょっと違うんですけど。うん、え、平行した方がいいのは、なんかし、はい、指示が来るんですかそれ,それはもう普通に絵の具の乾きの問題っていう。っていう感じですかね。いや、第三の目欲しいなって。あ、持ってます、皆さん。 持ってるんですか。あ、だってその鍛える生き方をしないだけなんですよ。うん鍛える生き方してればみんな鍛えられます。九十歳でも遅くないっていう。だダの目がきある気づいたのいつ頃なんトンネルがあるなっていう感じが初めてしたのっていつですか。まあそれはねやはりサターンリターンって言うんですけど、はい、土星の周期って運命とつながってるんですよ、はい、大丈夫ですかこういう話。<laughs> ち,ょちょっとちょっとど,どんどんスピリチュアルなこと。ちょっとそっちやっちゃう、やっちゃりすぎてるんですけど。大丈夫ですけど。 だ30年です30年前後ですね人って生まれ変わるって言われてて、ま、た運命がまた生まれ、まあ、赤ちゃんになるって言われててだから私30になった時にサタ,タンリターンが来たのでそこ,そこからですねさらに理解を深めたでも多分次60歳でまた何かを悟るんじゃないかなと思ってるんですけどその30年周期でう生まれ変わるまあ運命がまたまた赤ちゃんになるっていうか で27歳で来る人もいるし、はい、33とかで来る人もいるから、うん、バラバラなんですけど私ら確か何かに人間ってずっと積み重ねてきたものがあってなんか開花する時期の一番最初が何、うん、か20代から30代ぐらい30歳前後じゃないですかうん、うん、あれって何でなんだろうって前からずっと気になってるんですで29か30ぐらいの時にガラッとまた自分の考え方とか人生観が変わって単位に毎年瞑想に行くようになって。 ででその時にタイのそういうグルーの方っていうかまあ宅発とか毎日修行して朝の宅発だけで生きてるみたいな方たちからお話を伺った時に、まあ、そういう話を伺ってあ言葉にするとこういうことなんだっていうのを知ったんですよ。って言ってやっと言語能力がで生まれてきた。 じゃあ、もともとそんな感じのことを感じてはいらしたそうですね。あ、だから、あ、こういうことか、うこういうことかっていう感じだったんですね。自分のこととか考えると、そういう感性がないから、科学者の人たちとか、うん、研究者とかって、うん、なんか論理みたいなのを使ったり、うん、データみたいなのを使ったり、うん、あとはなんか最近だと、うんこう、ソフトウェアとか、なんか AI っぽいものとかを使って、うん、なんかその第三の目っぽいものを、うん、自分の外側に作っていくんです。 ことが多いと思うんですよ。つまり、なんか、自分の中の内なる声で創作したり、新しいものを発見したりしようとするんじゃなくて、なんか、データとか事実とかって自分たちは外側にあるものじゃないですか。で、AI みたいなのも、自分たちは使えるもので、体から気に離されてるものですよね。そういうものを使おうみたいな意識とかってあったりされます。私ね、AI とか電気、電気って、 電気っていうかそのパソコンとかすごいなと思うんですよ。やっぱり電気が通ってるんで、まあ人間も電気通ってますけど、あ<っ>、ちょっとその話行く前にちょっと不思議な話があって、あ,っあ,あ、黒柳徹子さんの話知ってます？知らないです。<laughs> <laughs> 今,今ね AI から電気から黒柳徹子ってすご,すごい展開になってきました <laughs> ちょっとね河口湖で展覧会った時に、はい、クレテン徹コさんが見に来てくれたんですよ、はい、でクレテン徹コさんが「相棒を飼ってる」って話したんですよ。はいはい、であいって結構初期の頃のなんか AI のなんかもう最先端の犬じゃないですかです当時の、はい、でもうそのサービスが終わってしまうっていう話をしてたんですよねもう相棒ので寂しいって言っててて言それを うちの愛もおかしいって言うんですよ。その技術者の方が組み込んでないこと以上のことをするんです。例えば人に会うと喜ぶように作られてるのに怖がったりとか拒否したりとかおかしいんですって。でそれをそのソニーの方に見てもらったらやっぱ技術者の人もこれなんかおかしいっていう話をされたんじゃ。でその時にあなんかやっぱり日本ってそのつくもがみの話もありますし思い入れのあるもの。 に対して何かがこう宿るんだやっぱりそういうものって物質がないんですよだから非物質的なものなんですけど非常になんかこうエネルギー的なものに近いからそういう電気を通してなんか人ならざるものというか、まあ、ちょっと神聖か分からんないまあ悪いものもいっぱいあると思うんですけどちょっと不思議なものがこう混ざり込んでくるっていう可能性を感じましてだから AI もきっとそ,そうなんじゃないかなと思うんですよね。 どんどん復旧していく中で人もすごい不思議なことが起きていくと思うんですけどなんかそういうエネルギーと言われてるものとエネルギーのこう交わり合いになるのでなんかすごい楽しみだなと思ってるんですよねなんか人間って絶対 AI になれないじゃないですか AI になろうとも思ってないですけど私は。 AI っては多分我々は経験できないし機械の体でもないから機械になった時にどういうそういう物質非物質的なものとの作用があるかってわからないんですけど絶対何かそういう交わり合いがあっていわゆる昔でいうつくも神みたいな現象が私は起こるんじゃないかなって思って見てるんですけど、うん、それ全然多分スピリチュアルじゃなくてすごいまっとうな話なんだろうなって思ってるものが 電気を通じて発する情報があって、うん、で、こっち側がその情報に反応するわけじゃないですか。うん、だかアイボの場合でも、うん、アイボの動,動きとか仕草とか、うん、あ,とあの、最近のラボットとかでもそうですけど、それに人間が感化されてなんか反応して、うん、で、こちら側が電気とは違うエネルギーの力で作り出した動きとか、う,んうん、うん、表情とかをあちら側がまた読むわけじゃないですか、うんで。そうすると最近のああいう AI とかプログラムみたいなのもあって、 その読み込んでいった情報を食べていって、うん、プログラム自体の中身が変わっていく、勝手に進化していくみたいな、うんうん、ちょっと生命っぽい部分があると思うんですよ。はい。だからあちら側も、どんどん、電気側も、それでどんどん変化していく。うんうん、で、そこにその今つく、もがっぽいものが宿っているように見える瞬間があるっていうのは、うん、ごくごく自然なことなんじゃないかなって思いますなるほど。 で、なんかそれは別にいわゆる AI じゃなくても、うーん、たくさんの人が使うソフトウェアとかウェブサービスとかっていうのもそうだと思って,て、うんうん、なんか最近の SNS とか、一挙に1億人とかが同時に使ったりするわけじゃないですか。うんうん、で、そんなことって、その物理世界では起きないですよね。うん、なんか同じ場所で集会やるとか言っても、うん、なんか巨大なイスラムの集会とかユダヤ人の集会とか言った。 せいぜいいいぜ数数千とかかか万人の人しか集まんななじゃないですかだから絶対に物理世界では起こり得ないようなレベルのなんか人間と人間の絡み合いみたいなのを作り出しちゃうことができるなんか魔法の杖みたいなもんだと思うんですよ。そうするとその人間の側がそれに反応して違う振る舞いをしていって、でそれがデータとしてで電気の世界側に また投影されて、あちら側も変わっていくっていう感じで、その電気側と人間側っていうのがこう順番に行ったり来たりしながらずっと変化し続けるみたいなことってが、まあ、すごく起きやすくなっちゃってる社会なんだろうな。るほど。だからなんか普通 AI とかっていうと、なんかそこにもうプログラムされて固定された賢い存在がいて、でなんか質問すると答えてくれるみたいなことをイメージしがちじゃないですか。でも多分本当にこ怖くて、さらに面白いのは、あちら側も勝手にどんどん進化していく。 でしかもその進化とか変化の速度が人間とか動物がよる全然速いってことだと思うんですよ。うんうん、要はなんか人間とか,とか,か体とかが化学物質で制約されていて、いくら変化しようと思っても体重の変化も追い方も限界あるじゃないですか。電気側ってそういうこの物質由来の制約みたいなのがないんで、人間の100倍みたいな速度でどんどん変化していっちゃうの。 うん、そうするとこう人間の側から見ると何か訳の分かんない例が突然取りつかれて暴走したりあの神っぽい領域に入っちゃってるように見えるってことが普通に起きるんだと思うんですよね。うん、まあということで多分スピリチュアルっぽく見えることがごくごく自然になんか論理とかビットとかプログラムの世界で生まれるようになっちゃったっていうのが今の社会なのかなって思ったりします。なるほどちょっと いやいや,いやだから多分スピリチュアルだと思われてたものが全然スピリチュアルではな,ないんだってことに人間が気づいていくって感じなんじゃないかなすうんだから SBMR でしたっけもう増えてるんですかね SBMR S ってですスピリチュアルボットのってリリージャスって言葉があってあ<ー>スピリチュアルそうなんですけど、はい、宗教ではないっていう人がすごく今増えてるんですよねそういうい社会 中の影響も大きいのかなって今聞けたです、ね。なるほど、ね。うん、いや、まあ、そんななんか、え、偉そうな。深い何かはないんですが。なんか。なんで、こんなに。ちょっと気味悪いもの作れるんだろう,っていう。あ、ありがとうございます。やっぱり山が原点あると思うんですよね。はい、ちょっと山って。昼間遊んでるの楽しいですけど。夜になると。気味悪くないですか。気味悪いですね。 自然も気味悪くなるじゃないですかどんなに美しい自然でもそれと同じじゃないかなと思ってイフの心を持つことってすごく大切なんですけど気味悪い先に少しでもイフの心があって自分の魂とか心を真珠さんを通して立たすことができたら我々がもしねまた来世があるのであればその時のまた自分の糧にもなりますし死ぬ時に最後 誰かを恨んで死ぬんではなくて生きてくきて良かったと思ってし死ねるなんかその一つになるんじゃないかなって思うんですね。でもなんかそのちょっと気味の悪さを持っている山とすごいナチュラルにっていうか自然に接してらっしゃる感じがするんですよ。でなんか変かもしれないですけど僕育ちはずっと都会で。あそうですか。 でだけど、山に登ってた時期結構あって、ああで僕にとっては、ね、山ってすごい怖い存在なんですよ。うん、怖いですよね。山ってあっという間に死ぬじゃないですか。うん、本当に怖いと思った方がいいです。うん、で自分も結構な何度か死にかけてての、ちょっと前後で登ってた人とか、うん、キャンプしてた人とかが、雷打たれて死んだり、うん、滑落して死んだりっていうのがごくごく普通にあるんですよ。あります、あります。で、なんかそういう怖さが自分の中にあるんですけど、でもなんか小松さんの世界を見てると、そのなんか 自然の怖さみたいなのがちょっとうまい感じで取り除かれてるなっていう感じがするんですけどあ本当ですか,なんかこの作品を見てて怖さを感じることがあんまりなくて、うん、なんかニュートラルなっていうか中立的なポジティブでもネガティブでもあの怖くも美しくもない不気味さそのものみたいなのをちょっと感じることがあって、うんうん、山の中で生まれ育ったら山は近いって感じですね。 長野県なんですけど、榊町ってところで、どっちかっていうと、工場地帯なんですよ。なんですけど、ぐっとこう工場地帯が集まってても、ちょっと離れると、もう山がすごく近くて。あの遊び行くと言ったら、大体山に行って、おけらの穴見つけて。え、で、それを、その版画とか、絵みたいな感じで、表現したいって思われるきっかけみたいなあるんですか。あ、あるんですよ。そのね、ここにも書いてあるんですけど、日本オオカミさん。 私すごいごい縁がありましてこれもね日本狼さんこれはですね小屋野山で描いたもので,<あ>で空海さんも日本狼オカミに導かれて小屋さんを見つけ改ざんされたりあの大和武尊っていらっしゃるじゃないですかも試練を受けた時に山井のさんに導かれたりしてるんですけど、まあ、導く存在であったり悪を阻ってくれる存在なんですけど私もですね小さい頃 ちっちゃいね、びんぐし山っていうちっちゃい山があって。で、そういう山で遊んで、こう、里山で帰ってくると。山って、日が落ちる寸前がめっちゃ怖いんですよ。なんか夕暮れ時がすごい怖いんですよ。で、それで、すごい怖いなーっと思いながら帰ってくと、山犬さんが出てくるんですよ。まあ、日本神のことです。で、それが家まで連れてってくれるんですね。でも、一定の距離があって。で、ある日、中学校3年生の時に、吹雪だったんですね、その日。 ちょっとなんか受験勉強をそろそろしないとちょっと私やばいんじゃないかと思って図書館に行こうと思ったんですよ。目の前にこのぐらい大きい、黒いまた山犬さんが出てきて1メートルくらい離れて前歩いてるんですよ。でもすごい吹雪でなかなか足取られてパッて下見たら足跡がなくてあーって言ったらくるくるってまたピュッて消えちゃったんですねで。そこからなんか人間がどうして神社に行くんだろうとか神社に行くとなんかその山犬さんの気配感じるんですよ。 普通にこう神社仏閣まああのキリスト教の教会にもいるんですねそういう聖獣とか神獣とかっていうのは真珠って何なんだろうなただ飾りで置いてあるんじゃなくて絶対意味があるはずでそれと人間の関係性って何なんだろうってこう考えるようになったそういう神獣さんって目が合わないんですよなんか我々の目を見てるんじゃなくて私たちの心とか魂とかそういったものを見てその人の 要するにその悪があるかどうかっていうのを見てて悪があれば食い殺されるし悪があったらのその人のことを思ってくれたら取り除いてくれるし真珠さんっていうのは大切な存在だなと思ってこう、まあ、若い頃に書こうと思ってたんですけどでも技術がないと書いたら失礼になってしまうと思いまして、まあ、東京の美大に進学をしたことによって18歳ぐらいから書き出したっていう感じですね。もっと消えちゃったたさんを見た時は 第三の目で見てたっていう感じなんですかそういう時ってレイヤーが重なってるんですよね無意識なんですよねそういう時ってタイでよく言うんですけど無邪気な状態って言うんです邪気がないですよね、うん、で無邪気な状態で見てるから見えるっていう感じなんですねあ、私ですねよくやってるのがこう街中歩いてる時に右左右左だけに徹するんですよ例えば 息して吐いてるっていうのだけに、もうに特に街中ですね。もう手するようにしてるんですよ。そうすると、呪気がなくなるんですよ。あとなんか、すごい疲れてる人見たらお疲れ様って100回ぐらい言うようにしてるんですけど。まあその、なんていうか、<laughs> マイナスな方向で人を捉えていかないようにしちゃうね。やっぱり人って、無意識下で何かこう悪いことも考えちゃうし、いいことももちろん考えちゃうし、でもそれにその自分の感情に左右されてしまうといけないんですよ。だから、 自分の心を一点するために右左だけに徹するとなんかこう邪気がなくなってくる感じするんですけどどうでしょうあそ右左しいうのは体の動きとかお疲れ様っという言葉の,その運動みたいなのがをメインにして自分の画でどう感じるかとか、どう判断するかとか、どう思うかみたいなのをシャットトアウトするう思わなくていいんですただもう右左だけただ右左だけで歩くのって難しいんですよ。 右左って言ってるとだんだん思い出してくるんですよいろんなことをなんかそうするとだんだん右左が逆になってきたりとかしてだからね最初は多分1分続くのも大変なんですよこの右左歩きっていうのは今日も瞑想してきましたけど瞑想って時間じゃないんですよ長ければ長いほどいいわけではなくて一点集中しきるってことがすごい大切だなって思ってはいます瞑想はもうどこでもできますよね私一番家でやってるのはアガルバティって言って線香炊いて火をね火灯して。 で、火をですね、ニミットって言うんですけど、あ、さっき言ってさ、ミニシアンブーンって出る。そこにね、ブーンって残像を残すんですよ。で、うーんってこんな感じの、こんななんか適当な顔するんですよ。でそうすると、この残像をうまーく、ぐるぐるぐるって回したり、うってやったり、ブーンってやるんですよ。それやってると、いろいろ出てくるんですよ。え、それはその線香は、 本当の線香を一旦焚くんです。あ、そうですね。やっぱり、ね、のろしを上げなければいけない。今割れ割れここにありみたいな。ミニシアターに映す,です。で火を焚いて、はい、火はねあの迷路にもなるんで、うん、要するにその瞑想状態になっていると無邪気な状態に持っていくので、悪いものも入ってきやすいんですよ。悪いエネルギーっていうか悪い空気とそういうものを入れてはいけないですから、火を使ってまあ火を残像で残して練習するっていうのもあるんですけど、魔除けの意味もあるということなんですね。でも絵を描くことも瞑想なんですよ。 瞑想とかって大げさなな感じじするじゃないですすかか深いい感じじしちゃゃうなででもなんか瞑想っぽいものって実は生活の中にたくさん埋め込まれてると思うであそうですそうですとか社交辞令とか僕ああいうのもある種の瞑想だと思うんですよ、えー、っていうのはその挨拶とか社交辞令とかってか考えないで勝手に流れていくようにできてるじゃないですかそうなんですかじゃないですかえだって別にそのえ社交辞令いやこんにちはっていう時とか、うん、その例えば英語で「How are you?」っていう時とかに 別に本当に相手がいい状態なのか悪い状態なのか聞いてないし、こっちはそれについて判断したいとか知りたいっていう欲望も実はないんだと思うんですえ、そうなんですかねわ、うん、かんない、それいや、なので、でね、あの、その型,型通りにやりとりを行ったり来たりさせるっていう工夫を人間は生活の中にいろいろ持ち込んでると思うんですよ。だからルーティンみたいなものですよ。うんうんうん で、ルーティン系って全部さっきのその無邪気になるために人間が作り出したちっちゃな工夫なのかなって思うんですよね。はいはい、そうじゃないと結局なんか何を次にすべきなのかとか、<ー>今やってることはなんか正しいのかとか意味があるのかとか、うん、あと相手から反応されてもなんかそれは面白かったかとかいいことなのかとかって結局なんか考えたり判断したり、うんうん、なんか頭の自分の中で情報処理しちゃおうとし始めるものだ。 その情報処理をどういかにしないか、うん、シャットダウンするかっていうのが大事で,、うんうん、でそれをなんかお大きく深くやろうとすると瞑想だったりあさっきの右左とか100回お疲れ様って言うみたいなうん、うん、ちょっと不審者っぽい感じになっていくんだと思うんですけどもっとちっちゃなスケールでも人間はいろいろやってるのかな。ああまあ、そのなんかちっちゃなスケールでやられてるものをどう広げていけるかってことが大事なんじゃないかな。 それはですねあんまりご存知じ,じゃなくてですね今大変なことになってるあ全然知らなかったもう,た<だ>もうこ,ここ3か月ぐらいで大革命がなんかどこでそんなにわーってわわ湧いてるのかさえも知らないんですけどまだ今はちょっとなんかアルファユーザーベータユーザーっぽい、うん、そこら辺の業界の周りの意識高い系の人たちがやってるんですけど<ー>検索エンジンにキーワード入れて、うん、そうすると重要な情報がバッて出てくるって普通だと思ってるじゃないですか、うん、でそれが あ検索結果をこう見つけてくるっていうのを超えて、うん、新しいデザインとかイラストとかを生成するみたいなことがもうどうやらできちゃいそうだっていう感じになるっと、19世紀のアムステルダムの街並みを水彩で描いた誰々のような感じの絵とかって入れたりすると、まあ、素人目にはこれで OK なんじゃないかって思われる絵がポンと出てくるっていう感じに今年に入っかからですなんか特殊なアプリを使うんですか アプリっていうか、あそこら辺のあの、要は AI 開発の巨人たちみたいな会社があるじゃないですか。あそこら辺の企業が、そのオープンソースのソフトウェアみたいなものをどんどん開発してて、なんかあの、あるものが開発されるともその1週間後にそれを大きく凌駕するものが新規リリースされてみたいな感じで、とてつもないスピードで進んでるんですよ。ええー。どうでもいいって感じですよ、ね。いやもうね、ずっと絵描いてますからね。 巷また出ても喋ってないですからね、周りで AI の絵の。でも、でもそういうなんか、技術の進歩っていうのはあるじゃないですか。そういうものに、危機感みたいなのを感じたり、恐怖を感じたりすることってありますかうん、うん、ないっす。ない,ですね、ないっすよね。ないないだろうなと思って。仮に、小松美はアプリみたいなのが出てきたりするじゃないですか。<ー>で、小松さん自身がどう感じてるかと関係なく、みんな、 区別つかないってことになっちゃったとします。それで元作も新作も区別つかなくて、うん、で、どっちにお金払ってもいいやって、世の中の人が勝手になったとするじゃないですか。うんうん、ど,どう思われますか。あそれはもう仕方ないと思うんですね。まあ、その人がその何の芸術を求めて、それがその人の心にどう作用するかが問題だと思うんですよ。それは私の 私が描いたものじゃなくて AI が私風に描いたものであってもその人がそれを持ってるだけで心休まるな持っていることが正しいと思いますしその人間がどう判断するかですからね私が私はだって絵を描いて押し付けてるわけじゃないですのでやはりその絵を求めてくださったり展覧会も押し付けてきてるわけではなくてやっぱり来てくれた方が。 少しでも私は人々の魂の癖になるようにと思って書いてますからやっぱりその祈りの心が通じ合ったから来てくれてると思っているのでそれにもし AI が少しでも人々の何か生活の中でゆとりを与えてくださるのであればむしろ私一人じゃ書けないですからね私アシスタントいないで一人でやってますのでむしろねそれで広めてくれならありがとうございますってくらいの感じですかね。 でも絵描くときはやっぱり誰かの心の薬になりたいみたいな思いはあるんですか。私はあの人間って衣食住で約まあ、薬ですよね。薬がすごい必要だと思ってるんですよ。でもアートって人の生きていく中で最低限必要なものには入らないじゃないですか。ですけど絶対残ってるじゃないですか。だからそれはやっぱり薬だからだ。 だから精神的ななももののを癒すすが絵じゃなくてもいいんですよ、ね、音楽でもいいですし、うん、それがダンスでもいいと思うんですけどやっぱり想像するっていうことがどれだけ多くの人たちの,その物質的じゃないところに作用するかっていうのを私は私なりの人生の中ですごく実感していることが多かったので多くの人たちがそこに救われてそこに祈りが集まっていく姿を見てきているので。 から多分そういう実家の中で自分の学びの一つとしてこれが自分の役割だと認識してるんだと思います。うでもそう,いう中でさい最後にちょっといくい,い,いですかで作品そのものとアーティストの関係っていうのについてこだわりはあるのかなっていうのちょっと興味があるんですよ。うん、でもなんか小松さんの場合ってその、ね、あそ作品自体もそうですけど小松さん自身をもてはやす人も多くて。 なんかご本人のキャラがアート作品とそう同じぐらいキャラが立ってるじゃないですか,ですか、ね、立ってますかねんか作品よりも自分自身の方にスポットライトが当たっちゃったりすることとかについてどう思われたりするかあそれはって非常に嫌なんですよね、はい、だから私生活の中で女性らしくしないようにしたりとかしてます。 服もスカート持ってるけどほぼ履かないんですよなんかちょっと中性的な服選んだりとかしますし母から頂い,いた体なのででもなんか自分の心とか魂とかっていうのはなんかもちろん親が想像してくれたものなんですけどまた違うものでもあると思ってるのでやっぱりそこで考えるとなんか自分が出るというのは。 いや,やっぱり嫌ですね、うんえ。じゃあいつか自分自身は人前からとかカメラの前から消えたいなみたいな思ったしますかと思ってますかえって今日来てますけど <laughs> あ。でもただやっぱり生きてる作家なんで生きてる間にあの伝えなきゃいけない言葉もあると思うので,、うん、でそれはどんなに自分が嫌だとしても。 役割をいただいたのであればそれを果たしなさいって言われてるんだと思ってるので、まあ、果たたしに来たという感じですかね、うん、庶民のためのアートっていうのに興味があるんですけどアートって結局今に至るまですごく限られた人口のせいぜい数パーセントぐらいの人のためのものになっちゃってると思うんですよ。うん 平均的な人類にとってアートってほぼ生活の中にも世界観の中にも全く入ってないんじゃないかと思うんですよね。うん、家にもアートっぽい作品とかない人がほとんどだろうし美術館とかミュージアムとかに行く習慣がある人っていうのもごくごく一部だろうしっていう感じがするんですよ。いきますか僕は行きますけど、はい、でそれな同じこようなことが例えば活字とかについて見えて。 本を読む人とか、活字を読む習慣がある人って、多分人口の10%いないと思うんですよ。うん。世界の。世界の。日本人でもそうだと思います、ね。うんだ。だからどんなにベストセラーの本があっても、数百万部とかしくれないわけなんですよ。数千万人が読む本とか、数千万人が読む雑誌って存在しないじゃないですか。うん、確かに。だから結局アートも言葉も、すごく限られた人にとっての特殊なメディアで今のところあり続けてると思う。 なるほどで人類のほとんどが進んで体験したがるアートみたいなものっていうのはありえるのかなっていうのに興味があってうん、うん、そういうものがあるとしたらどんな存在なんだろうっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど,ど8000年後には人類も平均寿命10歳いかないと思っているので,でまた極端な予測ができる8000年後には人類の寿命が10歳いかない <laughs> と思ってます。 なので結局なんか今私我々がどうねうあがこうともきっとね人類は自然とまた一つになると思うんですよ。だからそれと一緒でアートもね必要な人がたとえ数パーセントでもいるのであればやり続け突き,突き抜け続ければそれがまあいわゆる歴史の中の正義になると思うんです。 突き抜け続けることなんじゃないですかね、やっぱりアートと,いうアートと私自身が、あと AI もそうですけど、突き抜け続ければ、いつの間にか、キティちゃんとかね、ドラえもんみたいになってるっていう感じじゃないですかね。8000年待てっていう結論でいいんじゃないですか。<laughs> 8000年、所詮、我々は、幼児のまま死ぬと思ってますから。それもどっかのお告げなんですか なななんんとなくタイで瞑想したたにそういうい会話になったんですよ。だら8,000年までに人間はどうやっぱり進化していかなきゃいけないかみたいな話になって、まあ、自然でも結局無邪気な状態になって自然と一体化して食物連鎖の中でなくなっていくことって今こういう学びがあるから苦しいと思うけどそれが当たり前になったら苦しくないからそれはそれできっといいことなんだろうねっていう話でただ終わっただけなんですけどね。うん でも多分8000年経ったら人間の電気と一体化して寿命っていう概念がなくなってるんだよ。で、結局なんかこの体に囚われてるからうん病気になったり、だんだん衰えていったり、痛かったり苦しかったりするじゃないですか。痛みとか苦しみから逃れたいっていう本能からは人間逃れられないような気がするんですよ。そうしたら多分体を捨てちゃうのが早いんだ。 体を捨てる方法の一つとしてあルーシーって絵があるんですけど、はい、よかったら見てくださいバイオレンスで気持ち悪いですけど、はい、脳みそを非常に使うことによってさっき言った自分の肉体がいらなくなるっていうのがあるんですけど四空会さんがそれだと思ってからもう瞑想し続けて脳は多分ねもうすごい使って肉体がいらないからだから今高野さんにいらっしゃるんだと そういう存在って、実際いうと、未来じゃなくても、過去にいっぱいいるんですよ。鍾乳洞行くと、いっぱいいますよ。それどこの鍾乳洞ですか。あのー、まあ、できれば、人里離れたジャングルの鍾乳洞がいいです。はい、あの、そういう静かなところが好きなんですよ。邪気がない。私が行くのは、タイの南部のジャングルの方なんですけど。うん、ちょっとコロナになっちゃって、行かなくなったんですけど、まあ、私一回行ってて。あ。あの、日本にもあるんですけど。 メディアの前で言えないです。<や>危険なんで。小松さんの方がだいぶ危険だと思います。私危険じゃないですよ。だんだん危険度が増してる感じ。危険じゃないですよ。皆さん。危険じゃないです。いや、でも、そのおっしゃったその鍾乳洞みたいなのが。デジタル世界にどんどんできていってると思うんですよ。はい,は,いはい、はい。で、人間生きてることの中で。この生身の体っていうより。むしろ、そのよくわかんない電気の世界で。起きてることがどんどん増えていっちゃってるじゃないですか。うん だから生きてるだけで自分たちのその電気でできた魂みたいなのがあっち側の世界にどんどん蓄積されていってると思うんですよ。うん、で、その電気でできた魂はこの生身の体が死んでも生き続けられるじゃないですか。うんうん、で、いくらでもそれと似たようなパターンをシミュレーションし続けられるんで別に8000年後まで生き続けることとか多分僕たちの世代でできちゃうと思うんですようん、うんで。そうしたら別になんか小松さんが何年生きたとか僕が何年生きたみたいな ことを図る必要があんまりなくなってくるんじゃないかなと思って、うん、でみんな電気の世界で一体になってなんか境界があるんだかないんだかわからない、うん、いつ死んだんだかいつ生きてたんだかわからないみたいなぐちゃぐちゃした塊として、うん、永遠と鍾乳洞の中で未来永劫を漂っていくんじゃないかなって思っている感じです。うん <laughs> <っ> <laughs>